ペインリーグ第2節、スタンドに詰めかけたサポーターの歓声がスタジアム全体を包み込んでいます。この時間はパンプローナ対バルセロナ、こちらの一戦をお届けいたします。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。キックオフでスタート、スペインリーグ第2節、パンプローナ対バルセロナ。サイドを紹介です。右から左にバルセロナ、左側がパンプローナとなります。パンプローナ、開幕戦見事勝利を収め好スタートを切っています。カウンターを仕掛けます。ツバキスルーパスを狙う、ペーニャスルーパス、さあどうする、さあ持っていく、裏を狙っていきます。ダルコ・ブラシャナツ、バルセロナは前半ここまでまだこれといったシーンはありません。ビダル、パンプローナ、最終ラインまでボールを下げる。イニゴ・ペレス、ビダル、パンプローナ、なかなか敵陣に入れません。マヌ・サンチェス、ビダル、ビダルから大きく縦、左上がっていく、うまいですね。中央へ、ツーゾーン、トップ詰めている、スター先制、バルセロナ。アイトール・フェルナンデスがこう弾いたボールでしたが、これをうまく詰めました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。先制1対0です。一旦主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。そうですね。さあ左サイドへ抜けてくる、裏へ届くか、ここでワンツーを見せる、ここは間合いを取る、低いクロス、ここでレフリー、前半終わりの声を吹きました。45分間戦って1対0、バルセロナまずは1点先制して折り返す前半となりました。まだ1点差ではありますけど、しっかり守れてましたから内容としては良かったですよね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありですよね。スペインリーグ第2節、パンプローナ対バルセロナ。
バルセロナが1対0でリード。後半に向かいます。後半キックオフです。バルセロナ 1-0 リードです。一人で駆け上がるレバンドフスキ、シュート、ライトオール、これは素晴らしい反応でした。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく取れましたね。好セーブを見せました。パンプローン、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。これ仕掛けるか、どうする、裏のスペースを狙う、オフサイドです。バルセロナがこのセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。まあ、セクシュートシュート、この時間で追いつくことに成功しました。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃、いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックでしたね。バルセロナはベンチに動きがあります。さあ、バルセロナ2人の選手を入れ替えます。パンプローナ、ここで追いつきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は五分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、レバンドフスキ、スペースを狙った、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。ブラシャノツ、裏のスペースを狙う、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。ホーム側としては最後何かアイディア見せたいですよね。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。マヌサンチェス、さあ、ともに選手交代があるようです。いいプレッシャー、ダルコ・ブラシャナツ、長いボール縦へ、ここでファウルがありました。
わかります、シュート、最後まで逆転を狙ったんですが、ここで終了の笛。1対1バルセロナ8点1をものにしました。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。バルセロナとしてはリードで迎えた後半でしたけども、しっかりと追加点を狙いに行ってましたね。ただ相手も決定的なチャンスを見逃しませんでしたし、非常に見応えのある試合内容でしたね。はい、そうですね。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ第2節、引き分けて両チーム勝ち点1を手にしました。